今日は歯科医師の奇跡と世界遺産ということ で、あの今日の、講師として、畑博明さんただいま紹介いただきました畑でございます。ちょっと内容が、多岐にわたります。世界遺産になりうるもの、文化遺産と自然遺産と、それから複合遺産、文化と自然が両方混ざり合った複合遺産というのがありまして、登録のための原則として必要な3条件、他に類例のない固有のものだということ、要するに世界的にここしかないよって言えるようなもんで、かつ顕著で普遍的な価値がある、素晴らしいねと誰もが認めるような価値で、そのためにはこの3つ目の有効な保存管理が行われているということは、国の指定を受けて保存措置が取られている、これがまず形式的には重要です。2003年の北の縄文文化回廊づくりというのが、合意事項になりました。今度11回目のサミットでは政府が作る一覧表にまず載せてもらうと世界に出てかれませんので、それの共同提案をしようじゃないか。申請して登録になりましたが、実はもう先輩たちがいっぱいいるわけです。7番までは先輩です。1番にあります古都鎌倉の寺院神社、それから2番の滋賀県の彦根城、勢いがあるのがこの4番の富士山。一応日本北海道東北は2015年4年後の登録を目指そうと。さあそれでいよいよ縄文遺跡が世界遺産に登録なるかどうか、この辺が難しいところですね。まあ、まだ4年ありますから、その辺を議論していくことになると思います。富士山49号、縄文時代の遠東土器文化の、まあ、ある意味地方の外れの、ちょうど境界線あたりでしたね。それでまた時代的にも、三内丸山の新しい時代と同じぐらいです。石狩は、観光ポスターで襟も使ってますね。まあ、こういうふうな、ね、縄文土器を、ね、観光ポスターで使う、素晴らしいですね。石狩は先進的です。私が指定に関わったのはサメ様の方ですけども、辿っていけば縄文時代まで行く可能性がありますよね。私の母親は石狩の親船町の生まれ出身でございます。私自身は札幌生まれ札幌育ちですが、なんか心の中のふるさとと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。大変長時間ご清聴ありがとうございました。